はい、それでは、はい、ギターの弦交換に必要な道具を揃えていただいたので、これを使っていきたいと思います。私がいつもやる時の100倍ぐらい物が溢れてるんですけどドリル、ドリルですよね。壊れちゃうよギター大丈夫これ多分絶対にもう使わないと思うけど、でもこれはギター交換してる時に使ってるの見たことない。どういう時使うのこれ。島村垣さんがいつ使ってたこんなの。でも言ってた、ハンマー使う時もある。何に。でも100分で絶対ギター弦の交換には使わない、うん、この間してた。もうハンマー使う時もあるから見られたくないですって。なんで見られたくない見られたくないことをしてる時に使うんでしょ絶対。正しくないことしてるんだよそれ。でもこれは結構ありそうじゃない。なんか私もうこれわかんない。これ何、アームアーム、これアームキュイーンってやるやつ。これアームかな。かなり自撮り棒で、自撮り棒、これ自撮り棒やこんなん絶対使わないでしょ。怖い。弦切んのこれで原始的、原始的だね。原始的なんだけどこれね、多分ドラムの方パーツな気がするんだよねドラム。なんかなるちゃんがよくこうやってやってるの見るんだけど、これ何、これもうね、充電器のやつだね、これはもう。結構うちら物置けしてるんですよね、これちょっと一回。で、それで、はい、まず、じゃあギターを用意するところから始めます。あ、もう用意されてる私が持参しました。お、これを、今日はこのギターを弦交換していきたいと思います。こういう寝かせるんだけど、うちいつもさ、こうネッカー上げてないとやりづらいんだよね、うんうんうん、でこれさ、いつもうち何してるかっていうと、ティッシュにタオル包んでやってるんだよね、うん、家で。多分私これな気がしてきたんだよね。あ、これだよね絶対。これ自撮り棒じゃないわ。あ、そういうことか。だって伸びない、伸びないもん。ほらほら、こういう形だよ絶対これだよ。私やった時お父さんに押さえてもらってたんだってずっとこうやってお父さんやってる。で結局ギターの弦交換ができなかったから、うん、お父さんに持ってってもらった。お父さんに持ってる、自分でも持ってってないんだ、うん、はい、ではやっていこうと思います、はい、バックパネルを外す。あ、そうだ、じゃあ裏返しにしようか、はい、これバックパネルというのはですね、私のギターにはついてるんですけど、ここに後ろにパネルがあるんですよ。これをプラスドライバーで。お、じゃあプラスドライバーを探しますね。ある。クキューさん、これサイズ違う。これ後ろ向けていいの。ああ、でもどうせいなくなるじゃん、この弦、これから。こんなしてるとこ見たことない。大丈夫、大丈夫。あ、穴開いてる。これ、穴開いてるよ、バックパネル。取んないで交換できるってこと、うん、ここは抜ける。だって見してみ。これ通るもん、ここに弦が。通って抜けるし、こっから。だからバックパネルを外すという工程を抜きます。はい、これは外れてるってことで。そうそうそう、え、開いてる穴が。穴が開いてるタイプはわざわざバックパネルを外さなくて平気です。今そういう時代みたい。じゃあ次、緩めよう弦を。はい、どこから緩めるのかを知ってます。ここから。おお、そうなんだ。ここのペグっていう、さっき知ったワード。そうで、私これも知ってるんですよ、うん、ペグを早く回せるやつが今あるんですよ、この場に。これ。そう、それこっちかな。どっちでもいける。多分ここのペグにはめて回すのかな。そう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 。キンちゃん。キンちゃん。ずっと手でやった方が楽だよ。どんどん張り詰めてるけど大丈夫？どんどん張り詰めてたけど大丈夫？もうみち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 言ってるよ六弦が。もう大丈夫これ。やばいよ。早く返して戻してあげて。手でいいからもう。怖いよ。こっちです。なんかこれは弦を回すのに楽になるっていう道具です。ねえ。キララはこっちから。キンさん、大丈夫、大丈夫ですか？キンさん。私は手のタイプです。でまずこうやってペグを回して弦を緩めていきます。こんなダランダランになるぐらいやっちゃって大丈夫です。手でやっちゃってください、はい、すいません、これ作った会社すいません本当に。私は使ってますよ。こんな感じで。お、なりましたね。あ、もうすいません、もう一回やります。あれ、私逆にやってた。ねえ、痛かった。私回しすぎるとちょっと危険になるので。緩くなりすぎたってこと。気をつけてください。え、切れた。うん、え、きつかった。私逆にやってました。うん、あ、これ後ろのネジ外すんだ。そうだよ、だってこれロックペグじゃん。そうだ、え、ロックペグじゃんこれ。そう、ロックペグなんですよこれ今言うんですけど、うん、ロックペグでちょっとティアの形ちょっと違くて、うん、
なんかもう挟んで通してできるやつ、もう今ちょっと入れといてください。これロックペグって詳細みたいな。なんか後ろを回して取れるやつなんですよ。あんまペグ、ペグ回す意味がない。はい。ないです。それロックペグだったんですよ、そういえば。そうで、ロックペグの利点は何があるんでしたっけ？効率がいい。そう、早くね。時短でチューニング原稿感ができる。感ができるんです。はい。この外した弦をどうやってここからまた外していくかというと、裏返すのかな。裏返して、裏返して。大丈夫だった？手先、うん、いいね。大丈夫だよ。反省。ここに最初に目をつぶります。目つぶってください。ここ危ないんで。そしたら後ろからこうやって押し込めば、はい、押し込みます。ちょっと危ないんでね、目つぶってます。押せばいい。閉じます。危ないからね、これ。危ないんで。ちょっとねえ、ちょっとちゃんと来てよ。これ目に入ったら本当危ないんで、こう目つぶって。出てるかな、ちゃんと出てますか？あ、出てると思うんですけど。抜きます。ここもピュッてなるんで、ここも目つぶって。昨日もちょっと目つぶっててね、これ危ないから。あ、出てこなくなっちゃった。これ途中で止まっちゃった。これこの場合は6本一気に引っ張ってるから絡まっちゃって。あ、ほんとだ、絡まってるよこれ。目つぶりすぎだ。目つぶりすぎちゃったらこういうこともあるんですよ。やってて私見たことあるんですけど、原稿感を1本ずつこうやって抜いてます。そうですね。じゃあこれで、はい、完了です。これを丸めないと捨てられないんですよ。危ないし、ゴミが。そう、収集車。そしたらもう弦がない状態でこう拭きます。そう、拭くの大事だよね、うん、なかなかここってここの隙間って拭けないから。拭けないからね。え、このやつおもろい。これすごいね。めっちゃコード書いてある。え、おもろい。え、すごい。間違ってるのあるらしい。それはダメでしょ、絶対。これをクリーナーって言うんだ。クリーナー、クリーナー、クリーナーじゃない、多分クリーナーだと思う。を使ってこの弦のこの茶色い部分、なんて言うんだろう、フレットの部分を拭いていくと思うんだけど、それはなんかついてたよ、これ。これなんだろう。あ、でも書いてあるよ、はい、塗装面、指板、弦の滑りを良くし、スムーズなフィンガリングをアシストします。使ってみる。おこれシューって、くさ、これシューってやってこれシューってやって拭けばいいんかなって。さ、ちょっとね、ごめんごめん、めっちゃ臭かった、ごめん。フレットの部分を拭いて、指板を拭いていきます。これ拭くことによってどうなるんですか？フィンガリングが良くなるらしいですよ。フィンガリングが、へー、艶を与えます。だって、うん、普段弦が張ってあったら拭けない部分を拭いていきます、うん、はい、はい、できたね。じゃあもう弦を張りますか。いよいよ張っていきたいと思います。いよいよ弦を張ります。はい。初心者による初心者のための声録画ギター講座、今回は以上になります。参考に、少しでも参考になった方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバイ。バイバ